からな。やっぱそうなんだよ、間違いない。みおちゃんのさ、このみたいな可愛いよね。真似しとく。真似真似しとくっていうか、のものにしとく。いや、もうやるたびに、あ、それミオシャのやつじゃんになるやつじゃん、それ。ミオシャのやってるやつが可愛いと思ってやってるやつじゃんになるやつじゃん。あ、かわいそうが可愛いのやつか。うん、そう。ひどいよ、うちうち。あ、でもミオ客されてる時のミオちゃんのモノマネならできる気がする。どんだけよく聞いてんの。痛いよ、うちは何したって言うのやめてよ。あ、ほら似てる。確かに、うちが何したって言うんだって言ってるかもしれない。ひどいよ、うちが何したって言うの。うちのことがかわいそうだと思わないのかって言ってるわ。あ、これか。これからみおちゃんのモノマネ披露するときにこっから入んないといけなくなるな。なるほどな、チューニングはそこか、うん、ここから始まる。、うん、結構ニッチなチューニングだと思うけど、ね、確かにザワッとするよね。じゃあみおちゃんのモノマネやりますって言って、ひどいよ、うちが何したって言うの。ひどいよ。それはちょっとざわつくわ。ひどいことされたのよ。ひどいこと、痛いことされたのよ。うちは弱々狼なのよ。めちゃくちゃめちゃくちゃ言うやん。あ、でも似てるって。マジ、ふぶきちゃんにも今度聞いてもらおう。ふぶきちゃん、ふぶきちゃん、聞いて聞いてっつって。あ、でも確かにみんなそういう感じだよねって言ってくれそう。あ、似てる似てる、あーって言ってくれそう、言ってくれそう。ふぶきちゃんもね、全肯定してくれるから。そう、ふぶきは割と全肯定だから。ねえ、わかるわかる。おい、最悪なんだけど。うわ、何、どうしたの。あー、狼ミオかわいそう速報入りました。かわいそうだろう、うちのことなんだと思っていた。まったく、全てをぶつける相手じゃないんだぞ。うちは親の敵みたいにやりやがって。サードバッグじゃないよ、うちは。うちの中身はまたじゃないよ。ちゃんと血も肉も通ってるんだよ。何してもいい存在、宇宙の場合じゃないよ。もうそれはな、誇張なんだよな。誇張か。狼ミオかわいそう検定1級だと思うんだけどな。